防衛省の木原氏とアメリカの駐日大使ラーム・エマニュエル氏が会談し、日本自衛隊がアメリカ製トマホーク巡航ミサイルの調達とその運用に関するトレーニングを開始するとの情報をキャッチしまいた。今回はトマホーク400発1年前倒しで、ついに訓練開始を詳しく見ていきますね。トマホーク巡航ミサイル運用はイージス艦に統合され、将来12隻となる実装する計画になっています。ギリギリ間に合ったよね。2024年2月14日、防衛省内で、現岸田政権で防衛省を務める木原氏と、アメリカの駐日大使を務めるラーム・エマニュエル氏が会談を行い、日本が調達を進めているアメリカ製のトマホーク巡航ミサイルについての対応が判明した。これは、木原防衛省との会談を終えたエマニュエル駐日大使が、マスコミの取材に答えたことで明かされた内容であり、この2024年3月末より、アメリカ軍側が、自衛隊に対するトマホーク巡航ミサイルのトレーニングを開始するというものだった。今回、エマニュエル駐日大使によれば、自衛隊がトマホーク巡航ミサイルを調達するにあたり、その運用に関するトレーニングを、まず、神奈川県の横須賀基地内において、座学の形式で開始すると説明がなされた。神奈川県の横須賀基地は、在日アメリカ軍が、海軍の第7艦隊の母港としている拠点であることから、実際にトマホーク巡航ミサイルを実装しているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦等が所属していることが選ばれた理由だと思われる。エマニュエル駐日大使によれば、今回は自衛隊の対象者30名をこの横須賀基地に集めて、2024年3月25日よりトマホーク巡航ミサイルを運用するためのトレーニングを開始するとされており、海上自衛隊の担当者が中心となるのだろう。アメリカ軍では、海軍がトマホーク巡航ミサイルを実装する艦艇として、前述したアーレイバーク級ミサイル駆逐艦やバージニア級攻撃型原子力潜水艦として配備しており、日本が導入する艦艇型での運用を、前者をモデルにトレーニングするとめされる。エマニュエル駐日大使は、1964年生まれの64歳の民主党員で、これまで、アメリカの下院議員、オバマ大統領時には首席補佐官を務め、その後シカゴ市長を経て、2021年から、現職である、駐日大使の任に従事している人物だ。直接、軍人としてアメリカ軍に関わった経験をエマニュエル駐日大使は有しているわけではないが、初めてトマホーク巡航ミサイルを運用する自衛隊に対し、入念な運用準備を進めておくことの重要さを説いたものと言えるだろう。日本では、アメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルは、この2024年2月時点で8隻を保有、運用中のイージス護衛艦を対象とするものと考えられており、これらは、すべて、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦をベースに建造された艦艇だ。海上自衛隊では、このイージス護衛艦の内訳は、現時点では、建造が古い順に混合型4隻、アガ、五型2隻、マヤ型2隻の合計8隻となっているが、2023年度防衛予算案からの大幅な増額を反映し、今後2隻を追加する計画となっている。それに加えて、導入が中止された陸上配備型のイージス・アショアの役割を代替する存在として、従来のイージス護衛艦と同様にイージス兵器システムを搭載するイージスシステム搭載艦2隻の新造も同時並行で進められていく。そのため、将来的に、海上自衛隊としては、イージス護衛艦10隻、イージスシステム搭載艦2隻の合計12隻のイージス戦闘システムを実装した艦艇を配備することとなるが、今調達を進めているトマホーク巡航ミサイルは、まず、既存の8隻のイージス護衛艦への統合が見込まれる。よって個人的な推測だが、今回、横須賀基地において、トマホーク巡航ミサイルの運用のための座学を受ける対象者30名とは、既存のこれらイージス艦8隻の並走運用担当者から選抜された第一陣の方々ではないかと考えている。トマホーク巡航ミサイルは、政治的には、現在の岸田政権が掲げる反撃能力を体現する並走であり、
これまでに自衛隊が装備している兵装とは比較にならないほどの長射程を有し、運用用途自体が異なってくることは想像に難くない。現在の日本政府は、こうした長距離打撃兵器をスタンドオフミサイルと呼称し、それまで敵基地攻撃能力と政治的には称されてきた同分野の兵器を自衛隊が保有、運用するための合理的な理由付けを体系化しようとしている。ここには、すでに多数の中距離ミサイルを配備し、日本をその射程距離に収めている中国と、新型の弾道弾や巡航ミサイルの開発とテストを加速させている北朝鮮への対処を急ぐことが、喫緊の日本の課題となっていることを感じさせる。従来の冷戦構造下での時代には、日本の自衛隊は、専守防衛という、錦の大畑の下、自衛用の兵器の装備に特化し、攻撃という点は、同盟国であるアメリカ軍に丸投げする手法が、政治的にも経済的にも理にかなっていた点は確かにあった。しかし、昨今、軍事技術の飛躍的な進歩の前に、長距離打撃兵器の射程距離は、まさに桁違いに延伸されてきており、自衛目的の兵装とは、いえ、土敵の戦力と対峙し、抑止力を発揮させるためには、同様に長射程化を避けて通れない。今も続くロシア・ウクライナ戦争においては、昨年より苦戦を強いられ、じわじわとロシア側に支配地域を広げられているウクライナ側だが、やはり、そこには、航空優勢が取れない上、長距離打撃兵器もないという残酷な現実が横たわっている。四方を海に囲まれた海洋国家の日本と、ロシアと地続きであるウクライナの防衛を同列に論じることには無理があることは確かだが、ウクライナ側に有効な長距離打撃兵器が的確に供与されていれば、戦況はまた違ったものとなったと思われる。さて、日本のトマホーク巡航ミサイルの調達という事態に話を戻せば、当初の想定であった同ミサイルの最新バージョンであるブロック部の調達から少し変更が生じ、一つ前のブロック4と最新のブロック5を各200発ずつ入手する方向に変わっている。もともと日本政府としてはトマホーク巡航ミサイルの最新バージョンであるブロック5を2026年度から400発調達することを希望していたが、これを1年間前倒しして2025年度から行うため、半数をブロック4とする折衷案に変更されたという。こうした点を捉えて、そもそも今の日本政府がトマホーク巡航ミサイルを調達する方針に異議を唱えている勢力からは、日本政府がアメリカ政府に懐柔されて片落ちの兵器をいいねで押し付けられたかのような指摘の声も上がっている。しかし、たとえ最新バージョンのブロック5ではない4であっても、射程距離はほぼ同等のおよそ 1600km であり、ここまでの長距離打撃兵器を現時点で保有していない自衛隊にとっては大きな戦力向上に寄与することは間違いないだろう。今回のトマホーク巡航ミサイルの調達に関する総費用だが、2023年11月にアメリカ議会に告知された内容によれば、本体のブロック4と5の各200発とこれらを運用するためのイージス護衛艦への管制システム等の付帯費用込みで、約 23.5 億ドル、日本円換算で約3520億円とされている。もともと、2023年度版の資料内で防衛省が記していたトマホーク巡航ミサイルかかる費用は、ミサイル本体の取得で2113億円、イージス護衛艦への管制システム等の付帯費用で1104億円、合計では約3217億円であり、想定より増加した点は否めない。ここで興味深いのは、イージス護衛艦への管制システム等の付帯費用についてで、今回の内容では、この武器管制システムは、14機となることが決まっており、前述したように、現在、海上自衛隊が保有、運用中のイージス護衛艦への数8隻分を上回っている点だ。これも、先に述べた通り、イージス護衛艦が2隻、イージスシステム搭載艦が2隻追加建造されることは確定しているが、これらを加えても、海上自衛隊のイージス護衛艦等の合計数は12隻であり、武器管制システムは2機多い計算になる。この点は、単なる予備と考えるのか、イージス護衛艦等ではなくとも、
MK41VLS を装備する水上戦闘艦への搭載も視野に入れているのか定かではないが、その部分も含め、今後の確定情報のリリースに注目していく必要があるだろう。オーストラリアは、中国に対する方針を大きく転換し、原子力潜水艦の導入から、新たに、フリゲート艦へと焦点を移しています。この中で、日本のもが、身型護衛艦が候補として急浮上しているとの情報がキャッチしました。今回は、高い建造能力を誇る日本のもが、身型の導入について詳しく掘り下げます。ちなみに、オーストラリアが、以前フランスと契約していた場合、日本の、そう、竜型潜水艦を選んでいたかもしれませんが、その計画は変更されました。2021年9月に、オーストラリア、A、イギリス、UK、アメリカ、US という3カ国による新たな軍事同盟の締結は、電撃的に発表され、それぞれの国の頭文字を入れた、その軍事同盟の名称は、オーカスとなることが明かされた。それまでも、オーストラリアにとっては、イギリスはかつての宗主国であり、アメリカは、広い意味で、太平洋において、軍事的な連携を続けてきた歴史はあるが、再び、アングロサクソン系国家の協力関係の強化が鮮明となった。これまで、第二次世界大戦後のオーストラリアといえば、近隣の国家として、多少なりとも軍事的な緊張関係にあったことがあるのは、インドネシアに対するものくらいで、深刻な脅威とまでの認識は薄かったと思える。そもそも、国家としてのオーストラリアの歴史を見た場合、実際に艦下を交えた敵国といえば、太平洋戦争時の非凡くらいのもので、その南半球に位置する国家としての地理的な環境から、以後は、強力な外敵の存在は意識していなかったと、すら言えよう。2024年現在のオーストラリアは、2022年5月に実施された同国下院の総選挙で現職であった、モリソン政権の与党、保守連合を、アルバニージー氏の労働党が破って、政権を奪取、政治的には、大きな変革を迎えた。それでも、前モリソン政権が敷いたオーカス等の、新たな軍事的な施策は継続され、主として、南シナ海で、覇権の拡大行為を止めない中国に対し、これまでにない軍事面での危機感を募らせていることには変わりがない。前モリソン政権が敷いたオーカスという新たな軍事同盟の最大のポイントは、これまでコリンズ級という6隻の通常動力型の攻撃型潜水艦しか保有していなかったオーストラリアにとって、攻撃型の原子力潜水艦の導入という点だった。オーストラリアはフランスと契約の上で進めていた新規で、通常動力型潜水艦のアタック級潜水艦6隻を調達するという契約を破棄し、オーカスの締結を機に、一気に攻撃型の原子力潜水艦の導入へと、それまでの方針を180度転換させた。まず、オーストラリアは、北部の港湾施設の整備を進め、そこに、アメリカ海軍やイギリス海軍の攻撃型の原子力潜水艦を寄港させることから始め、次に、アメリカから最小で3隻、最大で5隻のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を調達するとしている。そして、最終的には、イギリス海軍が自国で運用中のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦の代替艦とするものを、オーカス級とし、これを、オーストラリア国内でも建造まで行う方式で調達するという道筋を表明している。オーカス級については、今からの設計、建造となるため、その兵装等の仕様は不明ではあるが、少なくとも、バージニア級は、533mm 魚雷発射管4門に加え、12セルのトマホーク巡航ミサイルの専用の VLS 垂直発射管を装備している。このトマホーク巡航ミサイルの搭載によって、オーストラリア海軍は、南シナ海に、このバージニア級を送り込めば、強力な対地攻撃能力を発揮させることが可能となり、南シナ海を手中に収めんとする中国海軍への大きな抑止力となるだろう。こうした攻撃型原子力潜水艦の調達という大きな方針変換を遂げたオーストラリアだが、現職のアルバニージー政権は、さらなる自国海軍戦力に関する整備計画を
この2024年2月に明かし、その内容が世界で注目を集めている。そこで言及されたオーストラリア海軍の戦力に関する整備計画には、大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式と、汎用的なフリゲート艦の調達を大きな柱として挙げており、特に、後者が日本にも関係している。というのもここで言及された汎用的なフリゲート艦の調達内容について、ドイツのブローム・ウント・フォス社製の MEKO-A200型、スペインのナバンティア社製の ALFA-3000、日本の三菱重工業社製のモガミ型、韓国の大宇造船海洋社製の耐久級が候補に挙げられたためだ。オーストラリアでは、現アルバニージー政権が、昨年2023年4月に、自国の防衛戦略を改めて確認した結果、昨今最大の仮想敵国となった中国軍を念頭に、その長距離打撃兵器の配備数の著しい増加が最大の脅威だと認識するに至っている。最大の仮想敵国となった中国軍の長距離打撃兵器の増加によって、これまでオーストラリアが享受できていた地理的な距離の優位性が低下したと見ており、敵は直接的な自国への上陸を行わずとも、軍事的な強制力を発揮し得ると判断しているようだ。こうした自国の防衛戦略を改めて確認した結果を反映し、オーストラリアでは、今後削減するべき戦力と、逆に強化する戦力とを明確にし、保有、運用する軍事力をそれに照らした形に適合させるべく、再編なりを進める方針である。具体的には、削減すべき戦力の例として、陸軍で進められていた次期歩兵戦闘車の調達数の下方修正、新設する予定であった砲兵連隊の取り消し等が決められ、まさに敵の直接的な自国への上陸を対象とした分野が対象に挙げられている。逆に、M142 高機動ロケット砲システム、通称、ハイマースなどを含む、海上の敵艦艇を攻撃することが可能な長距離打撃兵器の早期の調達や、その数量の増加、また、F-35 ライトニング 2A 型や F-A18 スーパーホーネット等の戦闘機への長距離ミサイル JSM の統合を打ち出している。こうした強化する戦力の中に、前述した大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式と、汎用的なフリゲート艦は含まれており、前者を6隻、後者を11隻調達するという、具体的な数値も示唆されている。このうちの大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式については、具体的な兵装として、32セル分の VLS 垂直発射艦を完備するものとなっており、アメリカ海軍が開発中の同様との艦艇を想定しているとめされている。そして、汎用的なフリゲート艦には、これも前述したように、ドイツの MEKO-A200型、スペインの ALFA-3000、日本のノモガミ型、韓国の耐久級が、具体的な検討対象として表記されているため、日本でも非常に注目を集めている形だ。ドイツの MEKO-A200型は、南アフリカ共和国海軍のバラー級として採用されている艦艇で、同艦は満載排水量3590トン、全長 121.0m。全幅 16.34m の艦隊に、コダグワールプ方式の機関部を搭載、最大速度28ノットを誇り、主兵装には、32セルの VLS を備える。スペインの ALFA-3000 は、サウジアラビア海軍でも、アルリヤド級として採用されている艦艇で、同艦は満載排水量4650トン、全長 133.0m、全幅 17.0m の艦隊に、CODAD 方式の機関部を搭載、最大速度25ノットを誇り、主兵装には16セルの VLS を備える。日本のモガミ型護衛艦は、現時点での海上自衛隊の最新の水上戦闘艦であり、同艦は満載排水量5500トン、全長 133.0m、全幅 16.3m の艦隊に、コダグ方式の機関部を搭載、最大速度30ノットを誇り、主兵装には16セルの VLS を備える。
韓国の耐久級は、韓国海軍では、2018年から収益を始めた新鋭艦であり、同艦は、満載排水量3592トン、全長 122.0 メートル、全幅 14.0 メートルの艦隊に、コッドログ方式の機関部を搭載、最大速度30ノットを誇り、主兵装には、16セルの VLS を備える。ここに列挙した仕様だけを比較すれば、日本のもが、身型護衛艦が最も大型ではあるが、兵装面では、VLS、垂直発射艦は、16セルと控えめであるため、長距離打撃兵器の数を増加させることを表明しているオーストラリアにとっては、同32セルに増強されると言われる時期 FFM の方が向いている可能性もありそうだ。海自自衛最新鋭潜水艦ジンゲイの収益間近に迫り、海上試験完了との情報をキャッチしまいた。今回は、リチウムイオン潜水艦5番艦となるジンゲイを詳しく見ていきます。タイゲイ型潜水艦は乗組員ですら驚く性能だったようです。22隻体制になり、古い潜水艦の退役が予想されますが、オーストラリアにでも輸出してもいいのではないのかな。またはフィリピンなどにね。中国の脅威がフィリピンには特に当たりが強いように感じます。2024年も早くも2月を迎え、海上自衛隊では最新鋭の通常動力型の攻撃型潜水艦タイゲイ型の3番艦で、昨年2022年10月に命名式と進水式を行い、ジンゲイと名付けられた同艦を来月3月から就役させる予定となっている。ジンゲイはタイゲイ型潜水艦の3番艦として三菱重工業者の神戸造船所で建造が行われた艦で、起工が2020年4月、そして進水が前述したように、一昨年の2022年10月、以後、複数の就役に必要なテストが行われてきた。ジンゲイは、迅速なクジラを意味するネーミングとなっており、1番艦の大きなクジラの湯のタイゲイ、2番艦の白いクジラの湯のワクゲイに続くものだが、旧海軍での命名実績はない形式のものである。ジンゲイの建造を担当した三菱重工業者の神戸造船所としては、太平洋戦争後の海上自衛隊向けの潜水艦として記念すべき30隻目に該当する艦艇でもあり、その実戦配備先も注目を集めている状況だ。現在の海上自衛隊においては、潜水艦隊は22隻体制が敷かれているが、その内訳は2024年2月の現時点では最古参の親潮型が8隻、前級の総流型が12隻、タイゲイ型が2隻で構成されている。これら実戦配備についている22隻の潜水艦の他に、海上自衛隊では、最古参の親潮型の2番艦の満潮と、同4番艦の真潮を練習潜水艦として2隻を残しており、ジンゲイの就役で、その体制もにも変更が生じると思われる。順当に考えれば、最古参の親潮型で、現在実戦配備中の3番艦、渦潮が代わりに外れる線が濃厚だと考えられ、同艦は、神奈川県の横須賀基地を母港とする第2潜水隊群第2潜水隊に配備されている艦艇だ。そのため、ジンゲイも、そのままスライド収益をするということとなり、神奈川県の横須賀基地を母港とする第2潜水隊群第2潜水隊に実戦配備されると見るのが、妥当との意見が大勢を占めているように見える。タイゲイ型は、最終的に何隻が建造されるのかは、現時点では判明していないが、今回の来月、2024年3月に、ジンゲイが就役を果たすと、残る最古参の親潮型の実戦配備数は7隻となり、これを同数で代替する場合は11隻となるのだろう。親潮型も、総数では11隻が建造されているため、この予測は妥当な線だと考えられるが、昨今の日本を取り巻く安全保障環境の厳しさを考慮し、かつ、防衛予算案の拡大基調が続くとすれば、さらなる体制増の可能性も浮上するかもしれない。しかし、いずれにせよタイゲイ型は、前級にあたる、そう、流型のコンセプトを継承し、発展、改良を加えたモデルであるため、次級では、
設計を一新した新型潜水艦が建造されることとなるのではないかと予想される。さて現在の海上自衛隊で実戦配備中の3種の潜水艦は、機関構成という点では大きく3つに分かれており、それらは基本的には重機にディーゼル機関を据え、水中航行時にはバッテリーでモーター駆動させる通常動力型となっている。親潮型の場合は、これがディーゼル機関と鉛製バッテリー、モーターというディーゼルエレクトリック方式であり、実にこの仕様は第一次世界大戦で潜水艦が実用化されて以来続けられてきた通常動力型の基本形と言えよう。前級の総流型では1番艦の総流から10番艦の小流までの10隻でディーゼル機関と鉛製バッテリー、モーターにさらにスターリング機関を加味したディーゼルエレクトリック方式となっていた。これはなんとか通常動力型潜水艦の泣きどころともいえる水中航行時の駆動時間や距離の改善を図るべく導入された機関構成であり、通常動力型の潜水艦としてはトレンドであった非対機依存推進を実現させたものだった。そう流型で10番艦までに採用され搭載されたスターリング機関は、スウェーデンはコックムス社社製の 4V275 ラウンド、マークアヤヤヨ、川崎重工業者がライセンス生産したものあり、これを4機実装している状態である。ただし、非対機依存推進を実現し、水中航行時の航続時間や航続距離を向上させる目的で導入された 4V275 ラウンド、マークアヤヤイ、スターリング機関ではあったが、その大きの割に出力は低く、単独での水中航行速度は最大でも5ノット程度であった。鉛製のバッテリーを使用した航行であれば、最大で20ノットほどの水中速力を当時から発揮可能であり、さらに GSU 朝社が開発したリチウムイオンバッテリーの実用化の目途が立つと、4V275 ラウンド、マークアヤヤイ、スターリング機関の優位性は失われた形となった。このため、そう、流型の11番艦、オウリュウ以降、現在の最新鋭のタイゲイ型まで、その機関構成は、ディーゼル機関とリチウムイオン製バッテリー、モーターというディーゼルエレクトリック方式に改められ、今日に至っている。最近でも、リチウムイオンバッテリーを搭載した中国の電気自動車が、頻繁に発火事故を起こしているニュースを連続で目にしたことがあったが、そもそも、リチウムイオンバッテリーは、鉛製に比べ、格段に発火しやすいという難点があった。しかし、日本の GU 朝社の技術力や、潜水艦本体の設計を一手に手掛ける三菱重工業者の安全設備を考慮した仕様によって、そう、流型の最後期分の2隻とタイゲイ型は、実用的な通常動力型潜水艦として、その量産化を成功させている。リチウムイオンバッテリーは、従来までの鉛製のバッテリーに比して、高いエネルギー密度を発揮可能な上、大電流、大電圧の持続時間も向上、加えて、短時間での充電と反復使用でも劣化しにくいという利点を生み出している。もともと、そう、流型の前期型の10隻のディーゼル機関と鉛製バッテリー、モーターに、さらに、スターリング機関搭載という機関構成は、機構的に複雑な側面を抱え、実運用上で、それぞれの残量を個別に管理する必要があり、負担が大きかったとされている。加えて、スターリング機関の運用のためには、陸上に専用の設備を確保する必要があり、運用するにあたってのメンテナンス性にも、大きな負担が必要であったことも、リチウムイオンバッテリーの採用で不要となった。こうして、今は、最新型の人芸の実戦配備を目前に控え、リチウムイオンバッテリーを搭載するディーゼルエレクトリック方式を標準の機関構成としつつある海上自衛隊の潜水艦だが、次世代はさらに変わる可能性がある。これは、そう、流型の建造時にも並行して研究が続けられていたという燃料電池方式であり、その性能と安定性が担保されれば、リチウムイオンバッテリーに代わって搭載が進められる可能性があるだろう。日本の軍事関連の一部の報道の中では、現在のリチウムイオンバッテリーの実用化によって、
海上自衛隊の潜水艦の連続航行能力は飛躍的に向上し、これまでのような特定の海域での待ち伏せに止まらない運用が可能となるとの声も聞かれた。しかし、現実的に見れば、今のリチウムイオンバッテリー搭載の対外型等でも、水中の最大速度は、やはり20ノットほどが限界であり、原子力推進を採用した潜水艦が、軒並み30ノット前後の速力を発揮可能なこととは、大きな隔たりがある。したがって、個人的には、今以上に、リチウムイオンバッテリーの能力が向上したり、燃料電池方式が実用化されたとしても、原子力推進型のような水中速度は、発揮不可能なため、チョークポイントにおける待ち伏せ戦法には変化はないと考えている。これを根本的に改善するには、やはり、原子力推進の採用しか、現実的な解決策はないと思うのだが、原子力推進型の攻撃型潜水艦を建造し、維持するコストは、通常動力型とは比較にならないほど莫大であり、費用対効果をよく考える必要があるだろう。